ゃあすみません、皆さん今日イベントをどうぞよろしくお願いします。お願いします。はい、で今ですね、レッドカーペット上ではですね、今日取材に来てくれた皆さんが、あの皆さんのご登壇の前にこうレッドカーペット歩かれる演出をちょうどもう間もなく始まるというところでちょっと盛り上げていただいてますので、まあその後皆さんが満を持してまあご登場されるという流れになります。それでは盛り上がってまいりましょう。まずは日本テレビ ZIP から先生の登場です。どうぞ皆さん手を振ってあげてください。先生です。上手から桜井様、下手から広瀬さんという形で同時に登場していただいて、本日はレッドカーペットイベントということで、もうまさに海外でやっているようなこの世界の、ね、映画祭のような雰囲気で、はい、お届けしております。とっても豪華ですよね。そうですよね。この雰囲気の中で、この後イベントを行ってまいります。春はね、きっかけいただければ、特攻近鉄の方が発車するというような特攻演出の流れになっております。はい、そろそろじゃあお時間ということなんで、もう順次、出発できればと思います。そのままご移動となります。皆さん今日はどうぞよろしくお願いします。お願いします。それでは大変お待たせいたしました、キャスト監督の皆様が到着した模様です。はい、では広瀬さんお願いします。江口さんも、はい、はい、どうもどうも、いってらっしゃい。すごいです。よろしいですか、いいですか、いきますよ、いきますよ。まずは探偵事務所ネメシスのデコボココンビ、三上アンナ役広瀬すずさん、そして風間直樹役桜井翔さんです。ありがとうございます。それではレッドカーペットへお進みください。どうぞ前へお進みください。続いて探偵事務所ネメシス所長栗田和明役江口洋介さん、紹介します。神奈川県警の刑事トリオ、千曲貴博役勝地涼さん、四万十裕二役中村葵さん、そして小山川香織役富田美優さん。じゃあお二人いってらっしゃい。いってらっしゃい。行ってきます。行ってきます。続いて道具屋保守検証役上田達也さん、AI 開発者姫川上位役奥平大健さん。そして最後に中華料理店料理人劉陽一役加藤亮さん、マジシャン日村明役南野陽子さん、そして入江優監督です。以上、総勢11名がお揃いになりました。いやとっても豪華ですね。そうですね。いやこれだけの豪華キャストの皆さんが揃うということで、レッドカーペット上ではですね、登壇者の皆様への様々な取材が行われていきます。皆さんも映り込んでいる可能性が大いにありますので、どうぞ盛り上がってください。よろしくお願いします。ドラマから2年経ってまたネメシスがこうして帰ってきて、きっとなんかこうまた日本の皆さんも元気にできるようなそんな作品になってると思うので、ぜひこれはいつも江口さんにおっしゃってるんですけど、浴びるように映画館でネメシスを存分に楽しんでもらえたら嬉しいです。いやワクワクしましたね。これだけこう
なんていうか完成に迎えられるっていうのがもう何年かなかったので、うん、環境的に、うん、すごくゾクゾクしましたし、なんかあの、ね、今もそうですけどめっちゃ振ってくれるんですよなんかみんなでこの場を作ってるというか、まあ、協力いただいてる感じがあって楽しいです、ね、ありがたいです、本日はですね、映画のタイトルにちなみまして、映画完成記念黄金のネメシスボールをご用意しております。お客様、前の方を押したりしないように、チームネメシスの皆さんと、まあ、譲り合いながら、どうぞお取りください。優しいですね、やはりね、こう皆様のところに回ってまんべんなく皆様に公平にお渡しできるようにということで、あ、嬉しいです。今富田さんからいただいて、あ、いいですね。さあ、それではキャスト、そして監督の皆様にいろいろなお話を伺っていきたいと思います。なんか本当に文章だけではうーんって思って、よくこううまく解釈できてなく、現場では毎回監督にここは何々です、ここはこうですってこう説明をしていただきながらの撮影だったので、やっぱ映像になった時になんていうんですかね、想像を超えてくるような映像のパワーといいますか、エネルギッシュなこう見たことがない映像で、そこはなんかすごい興奮しました。完全に同意ですね僕もそのなんていうんですかね、台本を読んだ時に、あの台本そのものがあの難しいというよりは、これをどうやって映像で表現するのかなというのがあのハテナだったところだったんですね。それがあの現場で撮影重ねるにつれて、あの入江監督のディレクションのもと、なんか映像だからこそこうワクワクするような表現がたくさん出てきて、完成した作品見て本当にすごく楽しかったです。そうですね、本当に現実と非現実が行ったり来たりする、ちょっとこれ夢なのかどっちなのか分からなくなる、でこう繋がったらこういう感じになるんだっていう、僕も見たことのない映画完成したっていう感覚ですね。撮影中トイレに入ってたんですよ個室に。そしたら外からため息が聞こえてきて、江口さんと勝地さんが難しいねって僕はあの息を潜めながら絶対に成功させてやると思ってましたそんなドラマみたいなシチュエーションあるんですか？あります。監督があそこにいるとは知らずに、うわ、絶対に成功させてやると思います強く決心する入江監督の寄りの絵が欲しいですね申し訳ない。でも全然悪口じゃないですよ本当に台本読んで分からないところが悩みというかね、悩んでたということです、はい、確かに。実際今はここどういう状況っていうのは毎回監督に聞いてやってましたし、でも出来上がったものを見て後半にようやく、あ、こういうことだったんだって自分なりに納得したと思ったら、ラストのラストにえっていう衝撃があって、もう俺分かんないってなりました分かんない分かんないなりましたそうですね、あのドラマはなんかこう懐かしい探偵ものというか、なんかこうクラシックな感じだったんですけど、映画はなんかこの仮想空間みたいなすごく現代的なあのものがこう散りばめられてたんで、なんか またこうドラマとは一味違った映画ネメシスができたなっていうふうには、すごく素敵な映画だなというふうに思いました。はい、いつも通りだなと、あのタカさんとユジさんが帰ってきたなとメイクをしながらひしひしと感じておりましたが、なんといってもこんなにも2人のサングラスが愛おしいって思うなんてって本編を見て思いました。あのとあるカットがあるんですけれども、ああタカさんユージさんってこんな気持ちになるなんてっていう、確かに、うん、うん、そうでしたね。それはなかなかドラマからは想像できなかった、そして脚本を読んで撮影してもなおあの想像できなかった衝撃的な自分の中ではカットだったなと思って、まあ、一つの肝になるので皆さん楽しみにしていただけたらなと思います。いや本当にすごく楽しかったです。ドラマの時から、割とずっと合間の時間とか喋ってたりして、あの撮影してても楽しかったです。何でしょう、なんか星くんにアクションがあるっていうことだったので、そこもすごく楽しみに、楽しんでやれました。はい、なるほど。桜井さん、すごく笑顔でご覧になってましたけれども、上田さん、いかがでした？すみません、笑顔でした？笑顔でしたよ。いや、めちゃめちゃカトゥーンだなと思って見ちゃったそうですか、うん、なんかこの服装なのかな、あ、すげえカトゥーンだと思いながら、ごめんなさい、ニヤニヤしてましたすみません、ニヤニヤしてましたかっこいいなと思って、はい、そうですね、ありがとうございます
ドラマ版の最後のシーンの時に、うん、あの最後屋上のシーンがあったじゃないですか。であの時に雨降ったのって覚えてますか？覚えてる。ですごいあそこで僕皆さんとお話できて、でもうすごいなんか幸せだったんですよね。でなんと映画でまた同じことが起きて、うん、最後あの屋上のシーンの時に雨降ったんですよ、そう雨降った、そうか、いなかったのよ、お前いなかったさんいなかったかも、いなかったんよ、うん、私いなかったから、そうあの雨降ったそうそう、で雨が降って、でまたみんなでなんかちょっと雑談する時間があったんですね。その時間がなんかあれこれあったなと思って、うわまた幸せみたいな、ちょっと一人でなんかひしひしと感じてて、それがすごい楽しかったなって思い出がめっちゃあるんですよね。そういうこと感じてくれてたっていうのが嬉しいですよね。そのなんかドラマと映画のつながりよっていう。いやそうですね、ちょっと恥ずかしいですけど。恥ずかしくないよ、めちゃくちゃ嬉しい。いやいや、ちょっと恥ずかしいですよ、やっぱ、ね、皆さんにこうなんか、いやちょっと楽しかったなと思って。いや嬉しい、そんなこと言ってくれるの、うん、僕あの南野陽子さんとあの一緒のシーンがあった時に、南野陽子さんの外見があの普段と違いすぎて、最初え今日この人え 何役の方なんだと思ってで楽屋でとかあんま気づかんくて、で外 あの待機場所で座って前みたいな、いや陽子さんみたいな失礼だぞ失礼だぞお前、でも本当にそのくらいだからとかそういうこと、いやいやいや本当にすごい変化されてるんで、そこ楽しみにして見ていただけたらいいなって思います。映画を見ていただければ分かると思うんですけど、とっても映像にねこう本当最先端の技術がこう使われていて、技術チームもそうだったし、そして、美術チーム あの持ち道具とかね小道具も本当に私たちキャストも喜ばせてくれるようななんかことがこう散りばめられているので、映画を何回も何回も見て、楽しんでいただけないと本当のネメシスの良さはわからないんじゃないかなと思うんで、ぜひ何回も見てほしいと思います。はい、そうですね、でもカーアクションはなんかこう CG なんじゃないかって思うほど、なんか映像としても力があるのに、それをこう実際にやってるところを何度か現場で見ることができて、なんか何かが爆発したような音が本当にバーンってぶつかる瞬間とかは、なんかスタッフさんも全員こうやって動画撮ってました。なんか映画作りしてるなってそこですごい改めて実感できるくらい迫力がすごかったです。アクションのシーンを何日にも分けて、でいろいろな場所で撮影したんですね。だからその全体像っていうのがなかなかあの全てを把握しきれないなんか撮影したんですけど、それがあの完成したものを見て一つにつながった瞬間、やっぱちょっとこうゾワゾワするものがありましたね。すごいなんていうか一つの見どころかなと思います。あの広瀬さんのですね、広瀬さんの見どころですねすごいな長いアクションアンナがやってるので、それはね、あの着物一つですよね。どうぞ手を振ってください、お願いします。お客様、皆様も映っております。はい、どうぞこのネメシス楽しみだという気持ちでムービーカメラに向かってお願いいたします。今このセルフィーが広瀬さんに渡されました。では広瀬さん、このセルフィーの撮影をお願いいたします。入るんですね、もっと上の方がいい。回ったー、いい顔ですね。入ってるね、ネメシスですね。入ってる入ってる入ってる。入ってる。ふざけてますね。いいですね。あ、ふざけてますね。この2人が並びで。最高。勝地さんも本当に桜井さん愛がすごくて。大好き。大好きだって言ってます。ほんとに。ツーショット。楽屋でちょっと言い争いになりました。僕の方が焦点です。ダイヤ僕の方がっていう。マジスタジオ。というわけでこのムービーどうでしょうか、広瀬さんセルフィーは。いい感じです。いい感じです。いただきました。さすがチームネメシスです。ありがとうございます。皆様、間もなくご登場ということで、もうしばらくお待ちください。では間もなくになります。ダメ、うん、何大丈夫かな、うまく段取り通りにやれるかな。やります。勝井さんならやれる。芸歴23年しかやってないからできないと思うんだよな
やべえなぁ、ヤクさん。ヤクさん、芸歴何ですか？俺、37、8です。やべえなぁと思うよね、こういう時ね、毎回ね。ヤクさんでも思われますか？思うね、やっぱりね。思う感じもいいんだよね。そうですね。行ってきます。行ってきます。それでは、早速お呼びしましょう。キャスト、監督の皆さんです。どうぞ。探偵事務所ネメシスのデコボココンビ、三上アンナ役、広瀬すずさん、そして風間直樹役、桜井翔さんです。続いて探偵事務所ネメシス所長、栗田和明役、江口洋介さん。神奈川県警の刑事トリオ、菊間隆弘役、勝地涼さん。四万十裕二役、中村葵さん。細谷川香織役、富田美優さん。道具屋星健翔役、上田達也さん。 AI 開発者、姫川上位役、奥平大健さん。中華料理店ドクターハオ2の料理人、楊陽一役、加藤亮さん。マジシャン、日村明役、南野陽子さん。そして入江優監督です。皆様、大きな拍手でお迎えください。さあ、総勢11名の豪華なキャスト、監督にお集まりいただきました。どうぞ本日はよろしくお願いいたします。どうですか？どうですか？なんかこうドラマからいっぱいこのネメシスという場所で皆さんとこう温めてきたものがやっとなんかこう映画というものにつながってお客様につながっていくっていうのが今日改めてものすごく実感できた日でしたね。なので今日初めて ここにいる皆さんがまず見てもらえるというのはちょっともちろん緊張もありますけど楽しみな、ね、なんか瞬間だなと思ってすごくなんかワクワクしてます。なんかここに皆さんがこう揃った瞬間になんか急に高まってきたというか、だから思い出されるのがその昨年の5月ぐらいにクランクインだったんですけど、そのクランクインの日というよりは21年の1月 の, そのなんかドラマのインの日にがこうフラッシュバックするというか、あ、長い年月かけてこうやってスクリーンでネメシスが見ていただける環境になってすごく嬉しく思ってますし、このみんなでここに登壇できたということをすごく喜ばしく感じてます。ありがとうございます。結構みんなさんと空き時間も割とこう椅子をなんていうんですか、みんな輪になって車座みたいなね、ずっと喋ってるんですね。でなんか最後の方になんかゆっくり話せた時にみんなでこうなんかギャルピースみたいなのをやってたんですよ。それを上田さんがノリノリでやってくださってたのがあった。すごい私的に嬉しくて、あ、なんか上田さんはあの時だけの秘密でしょ。そうですよね、ごめんなさい。でもすごい嬉しかったんですよ。で忘れられなくて可愛かったです。そうじゃねえだろ、こうだろみたいなね。そうそうそうかっこよかったんだよな。なかなかイメージがないですけれどもね、上田さん。いやだからピースするときに裏でやっちゃうよっていうところから、そうだ、これってギャルピースなんだって教えてもらって、あ、そうなんだ、俺こうやってたわって言ったらスーちゃんがびっくりして、上田さんこんなピースするんですねっていうことがありましたね。もう恥ずかしいです今俺。意外な一面よね。ねえ、面白い一面もありますが、道路を封鎖というかほぼ駅前の街を封鎖して撮影した日がありまして、朝8時9時から夕方まで丸々街をその撮影のために使ったっていう、これからご覧いただきますけど、そこのシーンとも多分一目瞭然なんですけど、車がもうすごい勢いで、いわゆるカーアクションのシーンなんですけど、
それは本当に思い出深いですね。その時にね、あの差し入れで食べたドーナツの味が多分忘れられませんね。忘れられない。あ、はい、ドーナツを召し上がりながらプロデューサーがドーナツを買ってきてくれたんですけど、美味しかったですね、あのドーナツね、はい、僕たちみんな結構ような人間が多いというか、ずっと喋ってるんですよ、うん、そうですね。確かに。だからそういうこう場はすごくどんどん温まってくるんで、芝居もどん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 こうまた膨らんでって、すごく楽しい現場でしたね。本日改めて、日本全国というか列島北、そして南から、遠方からたくさん足運んでいただいていると伺っております。改めてありがとうございました。これからご覧いただくということですけれども、本当になんていうのかな、ドラマの時からなんかこんな日が来たらいいななんて、想像していた景色を今ここにいる全員と一緒に見ることができてとても嬉しく思ってます。99分と、あっという間の時間かと思いますので、アトラクションを楽しむかのようにワクワクしながらご覧いただけたらと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。そうですね、本当に今日は足を運んでくださった皆様本当にありがとうございます。ドラマからネメシスが始まり、こうして99分ですけど、ぎゅっとたっぷりたっぷり詰まったネメシスをぜひ皆さんに堪能していただけたらなと思います。繊細な人間ドラマもあり、アクションもあり、本当にこう壮大なスケールの中、皆さんと丁寧に作った作品ですので、多くの方に届いたらいいなと思います。ぜひ今日は楽しんで帰っていってください。ありがとうございました。ありがとうございます。以上で映画ネメシス黄金螺旋の謎ジャパンプレミア舞台挨拶を終了とさせていただきます。皆様ありがとうございました。大きな拍手でお送りください。ではご登壇いただいた広瀬様、桜井様を先頭にご登壇ください。ありがとうございました。皆様大きな拍手とお願いいたします。最高だったな。お疲れ様でした。楽しかった。ありがとうございました。ありがとうございました。なんか華やかな場ということでね、なんか確かにここからスタートするんだなって、まだまあ公開まではちょっと時間ありますけど、なんかこう 人によって語り継がれていって、なんかたくさんの人に見てもらいたいなと、ここが今日がスタートなんだって思いながらやらせてもらいました、ね、なんかレッドカーペットであちらへどうぞこちらへどうぞってなんかこっちで取材して、うん、なんかこっちで取材してもらってっていうのがなんか映画って感じしますなんかすごいなこの環境っていう。そうだね、はい、ああいうの僕にとっても非日常なんで、なんかすごいドキドキしました、うん、楽しかった、うん、ドキドキしました、うん、声を出してこう楽しむ同じ空間を共有するっていう時間がやっぱりコロナ禍入ってからなかなかなかったので、うん、なんかやっぱ嬉しいな、うん、ありがたいなっていうのと、こんなにもこうネメシスの旗をたくさん持ってみんな振ってくださってたので、うん、楽しみに待ってくださってる、うん、ネメシスのファンの方もたくさんいるんだなっていうのがこう目の前で見れて、なんかすごく嬉しかったですね。せーの、春はネメシス。真相解明の時間です。探偵事務所ネメシス。
天才探偵助手がポンコツ探偵と難事件に挑む。誘拐だよ。誘拐事件はやがて殺人事件へ。終わりの始まりだ。渚さん逃げて。身近な人がどんどん死んでいく。謎を解くたび誰かが死ぬ。映画ネメシス黄金螺旋の謎。